3代目 JSOULBROTHERS のボーカリスト今井中将戸田博美がお送りしている FM 横浜 Keep on Dreaming。 イエーイ、6月1日、始まりました。6月1日ですよ。おなんといっても今日はですね、もう我らがじゃないけどヒロさんの誕生日でございます。ヒロさん、おめでとうございます。おめでとうございます。いつもお世話になっててね。いつも本当にお世話になっております。もうヒロさん大好きでございます。もうみんな大好きです、ね、もうみんな大好きでございます。そして憧れてるヒロさんの誕生日ということで、本当にめでたい、めでたいですね。後日か分かんないですけど、お祝いしますね、盛大に。多分そうですね、もう相当盛大にやるんではないかと、盛大に行われるんじゃないかと思ってるんですが、はい、まあ、ちょっと楽しみに、楽しみですね、はい、一緒に祝いたいなと思っております、はい。まあ、今日はあの6月1日ということで、まあ、ヒロさんの誕生日なんですけども、はい、それ以外で今日6月1日何の日か知ってますかね、はい、何の日シリーズ2回目です。何の日シリーズ来たね。2回目です。ちなみに知らないです、はい、まあ知らないですよね。あの6月1日はですね、はい、あの金環日食より珍しいのではないかと言われているチューインガムの日なんです。チューインガム、はい、また適当な感じでしょこれ。まあ聞いてください。はい、平安時代の頃から、うん、元日と6月1日は歯固めの日と呼ばれ、硬いお餅を食べながらみんなが健やかに暮らせるように家族の長寿と健康を祈る習慣がありました、うん。当時普段から歯の根を固めておくことは長生きする大切な条件と言われていたそうです、うん。時代は変わっても噛むことの大切さを改めて考えていただきたいと、日本チューインガム協会が平成6年6月より毎年6月1日をチューインガムの日に制定したそうです。おめでとうございます。今井さん、いいリズムでいったね。いやー、いったね、いったね。もうぐんぐんいくからぐんぐんいくよ。ちなみにあれなんだね、日本チューインガム協会あるんだね。知らなかったわ。いやでもいいですね、この番組やっぱ勉強なるわ。勉強になる、うん、いろんな知識が入ってくるね、うん、この番組は。だからチューインガムの日なんですよ今日は。なるほどね。やっぱね、一番噛むガム、はい、やっぱもう明治のキシリッシュ出ました。明治のキシリッシュ、もうね、キシリッシュですよ皆さん。いや本当明治のキシリッシュなんですよ。いや本当にもう明治のキシリッシュがね。すげえ。